で今回、2日間、撮影をして、最初の1日目これは純粋なポートレート、これは新しい D850 で、撮影をしたいと。柔らかい光の中で描き出す陰影感、そういったところを意識しながら、撮影をしています。2日目の撮影、こちらは少し趣を変えてストロボを中心にしたライティング、例えばその古い家具、そういったものの質感、ぼけた時のその味わい、 D850 だったらうまく取り込んでいけるんじゃないのかなっていうふうな期待もあって、4575万画素で、このやっぱり画素数の解像度というか映りにはですね、正直びっくりしました。まるでこう近くに寄ってその人のこの肌を見てるかのような感じが再現できていたので、初歩で撮影をした時の肌のこのグラデーションの感じですね、その辺とかも抜群になんかこう肌のこう凹凸感がすごく出てて、やっぱ自然光でこうまつげが少しこう光るんですね、そういったその微妙な光も捉えていたので、心してピントを合わせて光を選ばないと大変な、ことになってしまうなっていうふうに、身が引き締まる思いというか、そういったふうな印象を、受けました。 D810 に近い色再現なのかなっていうふうな印象を僕は受けました。非常に、今まで通りというか今まで以上に自分好みの肌色が出ているように思います。D810 を使ってたユーザーもですね、ワンランク上の肌色、これを目指して撮影をしていけるんじゃないかなっていうふうに期待を持てると思います。ちょっと外れすぎ、その辺かな。今回 D850 を使って撮影してみて、このカメラの基本的なこうポテンシャルの高さっていうものは実感できたつもりです。これからそのポートレートで何を撮るかっていうことを考えてみたんですけれども、人物プラス自分が予期せぬもの、これを加えた写真を撮っていきたい。例えばそれが水であるかもしれない、煙であるかもしれない、それとこの人物との絡み合った結果ですね、これを1枚の写真に収めていけたらいいなというふうに考えています。それぐらい素晴らしい写真です。